こんにちは。こんにちは。原さん。はい。先日、第34が、34があったんですが。今日ちょっと早くない？撮ってらしいです。ちょっといつもだってなんか、お前とスケジュール合わないからさ、はい、なんか1週間後ぐらいだったんですけど、今日、翌日じゃん。そうなんですよ。タイミングバッチリで。暇だったん？まあ、いつも暇です。比較的暇です。あ、ほんと？はい。いいよ。じゃあ、やりましょうか、じゃあ。はい。僕もね、はい、リアルタイムで見れてないんですよ。あ、ちょっと飯食いに、久々にチートデーを。あ、じゃ減量ずっと、今週ちょっと結構減量頑張ってて、はい、で久しぶりにチートデーを楽しんでました。やっぱいいね、チートデー。5倍ぐらいうまく感じる、いつもの飯より。減量して。そうそう、減量して、こう、1週間頑張って、はい、よし、週末だ、たくさん食うぞ、って。やっぱ、飯うまいね。おいしい。すいません、いつも。じゃあ行きましょうか。ちょっと自分もその全部見れてなくて何個か、まあ、自分もともとこの予想動画だったりするときには、はい、知ってる人だったりこう組んだことある人をメインで喋ってるじゃん。そうですね、はい。なんでまあこの総評というかその試合の全体的な試合の感想も、はい、まあ、知ってる人だったり自分が、まあ、興味がある人たちのカードをメインにして喋ろうかなと思ってますんで、はい、1,2,3,4 つぐらいいきます。3つか4つぐらいいきましょうか。はい、じゃあ僕ちょっと今日誘導しますね。はい、ヤマニハと手塚、はい、僕的には結構今回裏メインでさ押してたじゃん。はい、押してましたね。まあびっくりするぐらい、はい、だ実力差は、はい、正直俺手塚君この間組んだってびっくりぐらい強かった言ってたじゃん。はい、多分そのなんていうのかな、練習の力量の差っていうのはそんなに多分ないと思うんだよね、うん、以上にまあヤマニハ勝ちたい気持ちというか食ってやろう感が出たね。強かったですね。やっぱこう言ったじゃん、予想の動画の時もさ、はい、クレベルサトシに負けないように、はい、いやでも絶対に野心というか、ね、こうジャパニーズバブル、バブル、そうですね、うん、ジャパニーズドリームを絶対目指すと思ってさ、やっぱやる気がやっぱ尋常じゃないんでね、うん、やっぱこの人たちらのその日本人になかなかなかないハングリーな、そうハングリー精神っていう部分だよね、うん、完全にその試合だったなと思って、でも結果的に圧倒してしまったんで、はい、でも手塚君も本当に強いと思うんだよ俺はね、はい、なんでもう一丁こうもう一丁チャンスがあればもう一丁頑張ってほしいなっていう感想でしたね。西村山根は強かったな、迫るもん、ね、うん、本当にもっとねいいところでいい人と、はい、いい人っていうか有名な人と見たいなっての思いました。はい、はい、で次は中村大輔対山本空、これびっくりしたね。びっくりしましたか。ああ、びっくりした、びっくりした。ただただびっくりした。俺普通に中村大輔さんが、はい、普通に勝つものだと思って見てたから。結構アームロックも逃げて、腕十字も逃げて、壮大なこうスクランブル合戦というか、まあそういう感じになってしまったんですけど、もうちょっと大輔さんがね、ジャブ当てて、で、僕もグラップリングになっても、はい、と思ったけど、びっくりしたな。僕たちの設定さん。うん、やっぱこう、まあ俺もあんまり山本空選手のことはさ、知らなくてさ、はい、そんなにまあやることもないだろうなみたいな思うじゃん、はい、若手の選手だからさ、そうですね、まだ、なんかこう、まだ、この子たちが育ってきたぐらいには、俺らもうおじいちゃんだから引退しちゃうじゃん、だからやらないもんだと思って、同じ階級だけどさ、はい、でも中村大輔さん、大輔さんとこの試合組まれたときに、まあさすがにどうなんだろうと思ったけども、はい、びっくりしたね。びっくりしましたね、思ったよりスイングですけど。びっくりしたね。なんでやっぱこういう若い子たちがね伸びてきてくれると俺らも、うん、俺もうかうかしてられないというか、ただただびっくりした感想だったですね、うん、なんかその試合内容に関しても特に何かがあったわけじゃなくて、どっちについて本当おかしくなかったんだよね。はい、うん、なんで、まあ、ただただ残念だった。大好きなも三川先輩の引退試合とさ、はい、あと練習が続いてたから、まあ、大輔も若くないからちょっと、まあ、休まないと思うけど、またすぐ試合しそうだけどね。まあちょっと、ちょっと悲しくなったこともありつつも、はい、まあ、自分もこういう選手、若い選手とやらなきゃいけないというか、山本選手に対して、はい、あっての思うことはあったかな。お、うん、そうだね。じゃあ次行きましょうか。はい、キックボクシングは、はい、軽くだけ。コージ梅野、これ結構今日の練習の時にも話題になったんだけども、はい、ジャッジはもうしょうがないじゃん、覆んないから、ジャッジに関しては、はい、ジャッジに関して覆んないし、まあ、別に負けてないと思ったらそれでいいと思うんだよね、それを表で言うこともないし、はい、
そういうんだったら俺 UFC で一回も負けてないからね。でもそんなの別に俺らの命中の中でさ笑い話して俺は負けてない負けてないって言うだけで別に表沙汰ってそれを言うことってのあんまかっこよくはないよね。なんかその試合がかっこよかったのにさ、はい、試合がこういい試合だったのにさ、やっぱそれでちょっとなんか目の選手の人間力というのがちょっと出てしまったし、こうなっちゃうと結局これって表の部分じゃん、表の梅田選手の部分じゃん、はい、そうすると俺らって面白いからさ、裏でさあこの人こういうことがあったんだよね、実はこういう噂があるんだよねっていう裏の部分が話にどんどん大きくなっちゃうからさ、はい、まあ、ちょっとかわいそうだなと思って、うん、まあでもなんだかんだコーチ話題あるからいいなってあるとって思いました、はい、そんなに深くすることもないです。まあそのアク君とかも今日ちょっと話したけど、はい、やっぱムエタイだったらっていう話になってきちゃったし、うん、まあこれあくまでもキックボクシングだし、ジャッジで忖度は俺はそんなないと思ってるから、そんなにっていうかないと思ってるから、微妙なマストのところになってくると、はい、まあちょっとそこは忖度多少絶対あると思うから、うん、好き嫌いっていう部分でね、はい、うん、あると思うけど、まあ、そんなにね明確にはあいつの方がチケット売ってあいつの方が人気あるからあいつ勝たせたんだろうっていうほどの差ではないよね、はい、まあ梅田選手もそんな倒して勝つタイプの選手じゃないから、こう僅差をどっちがつけるのみたいな感じで好き嫌いの選手だからさ、ジャッジを批判するのもまあちょっと、はい、あの、っていうことですよね、はい、そういうことになると思います。はい、でメインの前にはい、我らはストラスキ1田忘れちゃダメでしょ、忘れてるの、はい、忘れちゃいけないです。あとストラスキ1田辺第1、俺はもうあの予想の時もストラスさんの方がまあ有利じゃないのかなと思ったけども、はい、まあ、本人もインタビューの時言ってたけども、まあ、右の最初の右一発もらってから、うん、ちょっとこの自分の距離感だったり、まあ、力が入らなくなったりとかっていう部分はあったんだけども、はい、今スラスなんて結構あの四つ組とかこうクラッチしてからがすごい強いんでね、はい、ボディロックしてからとかの組手がすごく強いんだけど、そんなちょっと上組でも四つでもなくタックルでもなくこのボディロックがすごく強い選手なのね、はい、そのボディロックの相性に阿部選手の組手がこうハマっちゃったって感じで、あのニーシールドみたいな取られてたんで結構ね、あの、はい、腰を寄させないようにでクラッチもさせないように阿部選手がこう相手の腰骨の部分にすね乗っけてニーシールドみたいな形で結構距離取って、で横回ってきたら払い腰で投げてとか柔道を組みてで結構テイクダウン取ることもあったし、それのそのニーシールドだったり、まあそれちょっとレスリングとまたちょっと違った組み手になるんでね、コーナー側の組み手になるから、それの対応ができなかったっていうのがまあ俺は一番大きな範囲なのかなと思ってたし、寝かしても簡単にひっくり返っちゃった部分とかは多分そのダメージだったりとかの部分は多少あると思うから、でも最後まで本当に頑張ったな、頑張ったなって言い方は上からになっちゃうんですけど、すげえ頑張ったなと思って見てて、いけいけって思ったな。大嫌いなのになんで俺こんな応援してんだ、たまになんか最後の俺なんでこの人のこと応援してんだよと思って、勝ったらまた来るじゃんと思いながらも、やっぱ結局感情入っちゃうよね、ね、はい、うん、やっぱちょっとなんかやっぱこの人あのやっぱなんか背負ってるものじゃないけど、この人なりに、はい、このカードをすごく盛り上げようとしてさ、いろいろインタビューとかも見たしさ、はい、やっぱ気になっちゃうよね、結局好きも嫌いも気になってる時点でやっぱ好きなんだよね。ファンもアンチも、はい、やっぱその人のことをこう書いたりすることでもうその人のことを思ってるわけじゃん、気にする時点で、そうそうそう、まあ、その時点でもその人の勝ちなんだよね。一番悲しいのは話題にならないっていうだけの話だっていうことになっちゃうよね。でその流れで、はい、やっぱメインの山瀬対萩原でね、はい、話題先行かの何なんだろうね、あの、まあ、僕予想動画の時には、はい、山瀬の方があのいろいろできるし、はい、有利であると思うけども萩原に勝ってほしいです、はい、って書いて YouTube で言ったじゃん、はい、今日山須にあのメッセージ送ってさ、はい、おめでとうみたいな感じで、金田さんの思い通りならなくてごめんなさいみたいな感じで見てたんですよ、お前見てたのかみたいな、見てます見てますみたいな感じで、よしじゃあ次はリングの上で会いましょうみたいな一応メッセージは返しておきましたけど、まあそれは冗談とさておき、はい、さっきの話題性に関しての、はい、あのことに関してもそうなんだけども、萩原に関してと、まあ、平本蓮、はい、すごい話題性があるじゃない、そうですね、人気があるし、で、青くんともちょっと今日話したんだけどさ、はい、まあ、平本と同じような感じでさ、こう話題が先行してしまったりすると、萩原は別に YouTube やってないから、まあ、俺はあんまり全然知らないんだけど、そうですね、
ターとか、ツイッターとかちょっとやってるぐらい、まあ俺は全然知らないんだけども、こう話題性だったりがこう SNS を先に行ってしまう、はい、みんなのこう幻想が大きくなればなるほど相手選び、対戦相手の選びってすごく難しいなと思って、でも俺は試合前にも言ったけど、萩原の対戦相手としてはヤマスのミネタは適任だと思ってたし、はい、うん、やっぱちょっとずつちょっとずつ強くなっていって、はい、やっぱこう、なんていうのかな、全部できる人、ある程度全部できる人の壁って結構大きいじゃん、はい、でこうなんか、まあ俺いつも五角形のグラフで表した時に、やっぱこう突出してる人って勝つ可能性は、誰にでも勝つ可能性あるけど、誰にでも負ける可能性はもちろんあるし、はい、でやっぱこうノミネタみたいな感じで綺麗な五角形を描く選手に対してやっぱ一個穴があるとおもろいし、はい、やっぱその画像は結構高いんだなってのは思うよね、まあ、平均値はよりこう高くなってくる人になってくるとなかなか、うん、そうそう、やっぱ強い人だとさ、ある程度対応もできるしさ、はい、対策も練りやすいじゃん、うん、で五角形綺麗な人とかも全部対応できるじゃん、そうですね、高い基準で、うん、ってことですね、そう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 、はい、特にストライカーの人は苦労するよね、はい、ちょっと組み技、レスリング組み技が強い人とかサブション強い人とか、はい、あのドミネーターに関しては、はい、本当に何かが強いってものはもう俺と一緒でさ、何かが強いってわけじゃないんだよね、うん、で打撃もでプラススイッチしたりさ、あれ急にアムロック取ったりとか、はい、結構変則的なサブミッションも打撃もやってくるから、はい、もう結構やりづらいとは思うんだよね、はい、そう考えると、はい、桜見くるって話題性が先行する中で実力がしっかりあってさ、はい、山本もしっかり倒してるわけじゃん、はい、改めてすげえなって思ったな、はい、すごいですよね、確かに、うん、で平本連だよなまあこれも結局ここで話題になっちゃってる時点でまあね、あれだけどさ、なんだろうな、あの格闘技をやってる本質の人がさ、はい、平本かわいそうだなってちょっと俺思うようになっちゃってさ、まあ、今まで頑張れとか、まあ、俺も面識がないわけじゃないからさ、はい、頑張れとか思ってたけどもさ、試合終わった後のコメントとか見るとなんかちょっとかわいそうになってくるな、自分でまたハードル上げた時にさ、でも結局勝ち負けじゃないんだなと思った、極論あの人は話題性と、うん、話題性になった時点で勝ちで数字がどうだこうだって言ってんだったら、はい、芸能界行けばいいんじゃないのかなと思うこともあるし、格闘技やってんだったら実力をねやっぱかっつけないと、まあでもね、分かんないよね、難しいなと思って、今のこう現代社会がやっぱ SNS がどうしても先行する時代になってくるじゃん、はい、そうなった時に今何が楽しいの正しいのか、数字を取ってる人が正しいのか、お客を呼べる人が正しいのか、本当に強い人が正しいのかっていうのが曖昧になってくる部分ではあるよね、実力者がっていう感じだけではなく、格闘技は、まあ、もう僕の考えとかはまあ古い考えだからさ、強さがやっぱ一番なんですよ、はい、選択がある時点で、まあ、おかしなわけでさ、うん、でお前勝てよって話だよね、次いやそんなの分かってますよっていうことで、まあ、全体的に見ていい大会だったんじゃないのかなっていう、まあ、前半ほぼ見てないんですけど、はい、キックの方は見てなかったんですけど、この4試合を今結構注目してて見てた、まあ、フェザー級なんて特にね、ドミネーターなんて次やる可能性も全然あるだろうし、はい、俺はあんま乗れないけど、話がそれこそね、山本そら選手だってね、はい、まあ、次タイトルマッチやるんですよ、小森君に倒してもらってバンクラスが小森君に倒してもらって、まあ、そこら辺は、まあ、またタイミングがあったらやるだろうし、まあ、そんな感じで大臣34ドミネーターが空気を読まずに勝ってしまったということでいい感じで終わったんじゃないでしょうか、はい、で次が私です、トリガーでしょ、トリガーです、トリガーなんで私が頑張って、はい、なんか判定に関してもなんかいろいろアキラとかオハラの試合か、俺まだあの試合をじっくり見てないんだけどさ、まだ、はい、なんかいろいろ判定にもいろいろあったみたいな、うん、その判定基準に関しては、まあ、僕も思うことがあってさ、はい、なんか先日ジュエルス、ディープジュエルスの解説やらせてもらってさ、はい、多分同じ J モックだと思うんだけどさ、はい、あのディープのさジャッジ品っていうか、別に、まあ、杉山静香とロックニルバーの試合の、はい、自分試合を思ってさ、20対18の人がいれば、はい、18対18の人がいて、はい、ほぼ
5分間、10分間、10分間のうち、まあ、4分ぐらいはシンヤンが攻めてて、はい、圧倒してるラウンドなのに、最後の30秒で腕十字を取られて、はい、この30秒ってさ、まあ、サブミッションで、まあ、フィニッシュに近かったから、まあ、取られるか取られないかギリギリのラインだけどもさ、はい、それで2失うと思ってさ、なんか俺もジャッジが最近本当によく分かんなくなってきてさ、明確に、まあ、なかなか人間と人間が戦ってるから、はい、ジャッジが難しいのもあるけども、なんかちょっと前の方がもっと明確だったなと思って、最近になって結構自分が思ってるジャッジとなんか結構こう差が出てきたから、これまずいなと思って、改めて結構その試合見てる時もジャッジ自分でしながら見てるんだけども、あんまりこうやっぱフィットしないなと思って、サブミッションも全然、サブミッションというか寝技の方は全然取らなくなってきたなと思ったら、最近ちょっと寝技のその展開を取るような人もいるし、はい、本当人それぞれなんだ、人それぞれなんだけども、はい、さすがに20対18と18対18のラウンドがちょっと俺には分からなくてさ、はい、まあ、そういう、まあ、分からないままじゃダメだよね、自分もセコンドついたりさ競技とやってるんだからもうちょっと理解しなきゃいけないんだもん、だけどもちょっと最近本当に分からなくなって迷路に迷ってる状態ではあります。もちろんルールのさ、そのジャッジメントのやり方ってのは、まあ、自分の中で把握してるつもりではいるんだけども、はい、それでもやっぱ自分と思ってることとジャッジの差が出るなと思って、改めてちょっと次の試合までにもうちょっと勉強し直さないといけないなってのを改めて思いましたね。それこそメインレフリーの人はさ、癖が分かるからさ、はい、なんかブレイクが早いなとかさ、そういうのは分かるけど、まあ、ジャッジに関しては分からないからね、誰がジャッジつくかさ、つくか分からないですね、分からないから、からその人に合わせて試合運びするわけでもないからさ、はい、だからもうちょっと明確に自分も、まあ、ジャッジに文句言うんだったら倒せよっていう話でしょうね。はい、おしまいしましょう。じゃあ今日はこれでおしまいします。ありがとうございました。ありがとうございました。